西暦2020年、地球に突如、未知の敵対生物、イーバが襲来。その強大な攻撃により、世界各国は次々と壊滅。アメリカの大地も、その7割がイーバの巣となった。現存する兵器すべてがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き、疲弊しきった人類は、滅亡の危機に瀕していた。しかし、ついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊アンチが誕生した。アンチの死闘により、人類が初めてイーババロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに、人類は大規模な反抗作戦に乗り出した。アンチという新たな力に望みをかけて。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーションドーン・オブ・ジ・アース、地球の夜明け作戦。これは世界各地に存在するイーバ生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカネスト内に位置する敵エネルギー輸送プラントを路獲し、イーバ母星へ進行することを目的とした大規模作戦である。本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時に、ニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心部グランドターミナルを占拠するバロン級イーバケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃の狼煙を上げろ。全隊、こちらビクター1、全員の降下を確認した。現時刻よりグランドターミナルに向け進軍を開始せよ。
ケージのイーバルはデストロイヤーたちだ。それを一撃を磨いてやれ。課題だけが次へのワニ野郎だ。ガリに向かってそこを削り取ってやれ。うまく相手の裏側に回り込め。休んでる暇はないぞ。
先グランドターミナル構内にバロン級の反応あり、発見次第殲滅せよ。ちゃんの登場だ。しっかり可愛がってやれ。まずは左右の鳥から破壊しろ。こちらビクター1、バロン級ウィーバー、ケルベロスの沈黙を確認した。諸君、ご苦労。回収部隊を要請した。まずは次の作戦まで待機とする。先の戦いご苦労。ニューヨーク奪還作戦は成功。これにより人類は反撃への第一歩を踏み出した。以後このアンダーグラウンドネットワークをウィスコンシン攻略に使用するため、地下網内の敵残存勢力および地形確認の調査を行う。歩兵第三大隊および偵察小隊は先行して地下網調査の開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え自身の強化に努めるよう。分かっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら自分で用意するんだ。分かったな。取れているか。よし、俺が生きているうちにこの戦いの記録を残しておく。俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかもしれない。新兵たち、ジョニー、トーマスでさえ強化兵となった途端、一般兵とは比べ物にならない戦力になった。ニューヨーク奪還が成功してから部隊の士気も高まっている。希望が見えてきた。俺たちはきっと
イーバに勝てるはずだ。私の担当はあなたたち。特殊強化兵の能力開発。あなたたちは戦闘経験を積み重ねることでさらに強くなれる。特殊強化兵理論を提唱した私が言うのだから間違いないわ。さあ、あなたの秘める可能性、私に見せてちょうだい。お前たちの扱う生体武装はイーバの体組織と金属を結合させてできている。それを神経に直接つないだり体内に組み込むことで自分の体と同じように制御できる。画期的だろう。奴らの生体組織やジャンクパーツを得たらわしのところに持ってこい。すぐにでも武器を作ってやる。
1時間前に帰還した先行部隊より調査報告が入った。未だアンダーグラウンドネットワーク内には多数のイーバの群れ、イーバクラスターが存在。またイーバの影響により地形が変化している部分があるため、改めて地下網の構造確認が必要とのことだ。特殊強化兵部隊アンチ、地下網への調査ポータル設置任務を発令する。地下網内のイーバクラスターを排除しつつ、複数のポイントへポータルを設置せよ。それでは最大の成果を期待する。全体こちらビクター1、これよりポータル設置任務を開始する。ひどいありさま。本当にここが地下鉄だったっていうの？ルース回収の兄どもがお出迎えだ。うまくかくまわれ。クリアを確認。次のポイントへ向かう。何かに削り取られたような。どうやったらここまで破壊できるんだ。何かいるぞ、気をつけろ。ヤツとの犠牲があればダメージを与えられます。中から出た中間を狙い。ポイントブラボーをクリア。続いてポイントチャーリーへ向かう。ザコには弾だ。落ちたところでいくらでも湧いてくるからな。
ッチポイントはこの先よ。トリート忍者こちら HQ、 アルファ、ブラボー、チャーリー、全ポイントのクリアを確認。ポイントチャーリーへのポータル設置確認後、帰還せよ。残存勢力の処理、並びに調査ポータル設置任務、ご苦労。調査ポータルの解析完了まで待機とする。
物資の収集が完了した。ひとまず終わったわね。
工作部隊による動力切断準備が完了した。バロン級を排除すれば周辺一帯のイーバは弱体化し、さらにエネルギープラント奪取により燃料枯渇問題も解決される。エネルギーさえあれば各種研究もはかどるだろう。うまくやれよ。地球の夜明け作戦を次のフェーズへ進めるため失敗は許されない。加えて陽動に当たっていた機械化歩兵師団の壊滅も近い。仲間の犠牲を無駄にするな。我々の責務を果たすぞ。それでは検討を置いて、これより作戦行動を開始する。都内に突入成功。潜伏するバロン級を目指す。厄介な地場だが、ついに俺も忍者の仲間入りだ。
ヒセキュリティ用の防壁が閉じていた。排除スイッチを探すぞ。Thank you.
あいつがここのボスか。こんな場所に引きこもりやがって。逃げ切ったらぶん殴るにしてやれ。あんま無理すんなよ。
タル低下しているぞ。気をつけろ。ローレライの沈黙を確認。厳しい状況の中、ご苦労だった。以降、本プラントを地球連合軍の管理下に置く。複数部隊の拠点をウィスコンシンへ移す。地球の夜明け作戦、主力である特殊強化兵部隊、並びに通達を受けた部隊は、地球移動準備を開始せよ。現在、技術班によるプラントの損傷確認が行われている。各所の点検、修復作業が完了次第、再稼働する予定。電気が使える分、他の場所よりマシな生活を送れるはずよ。これにて、地球の夜明け作戦、第2フェーズは完了。次の任務発令まで待機とする。アランが、部隊に復帰した。何事もなかったかのように、ローレライ討伐作戦が終了し、待機命令が出た直後だった。怪我が回復したので、次回の作戦から復帰すると。それだけじゃない。奴は全てを忘れていた。家族のこと、恋人のこと、戦いに関する記憶以外、全てを。アランに何が起きたのか、俺にはわからない。他の隊員たちは何も疑問に思っていない。どういうことなんだ。上層部や研究班に説明を求めるべきなのか。